ふらついていたら光が、これはなんかの縁だ、行ってみよう。今日は足利市島田町にある和宮さんに来ています。少し敷居は高そうなんですが、入ってみなきゃわからない。食べログなどにも細かい記載はなし。店内はこんな感じです。たまたま見つけたとこなのでどうしよう。まずは看板にたくさんのメニューがあります。店員さんの愛想の良さもピカイチ。ぼやけててごめんなさい。とにかくそんな高くなくて安心しました。和食は怖いイメージですが、私でも手が届くお値段、むしろリーズナブルです。そばが300円、これは驚き。和食や釜飯のお店みたいです。悩みますね。おつまみが多いです。ゆっくりお酒を飲める雰囲気です。酒飲みにももってこいの店。私たちはテーブル席に。奥に座敷らしきものもあり、メニューです。お酒飲まない人も全然いいね。釜飯と丼ですよ。お値段も妥当なお値段です。壁のメニューの他にもこんなにもお酒やジュースも豊富にあります。どれにしよっかな。瓶がないのでジョッキで注文。千切り山芋300円、ドロイン。店員さんおすすめです。山芋千切り来ました。これうまいんだよな。私は今日は飲みませんが食べます。これはもう絶対間違いないやつ。それでは見てみましょう。真っ白でこりゃ新鮮だな。粘り気も強めです。醤油をつけて、あら最高、うまそう。それでは山芋いただきます。サクサクでトロトロ、うめえ。醤油がだし醤油ですね。醤油が少し甘めです。醤油うめえ。焼き鳥丼700円、ダラリン。うわー、焼き鳥ではなくもはや鳥丼。しば漬けにやっこがついてます。その他に具沢山のお味噌汁、上には大きく切られた海苔が。タレはたっぷり、焼き鳥より全然大きいです。タレの香ばしい香りが店内中すごい。作ってる時から香りがすごかったです。タレでキラキラしていて、こりゃうまそうだな。これが700円、恐るべし。まずは味噌汁から。お、味噌汁にみょうが発見、珍しいです。それでは味噌汁いただきます。わかめ、油揚げ、ネギ、みょうが、そして豆腐。みょうが合うぞ。手作りの優しい味です。うまい。焼き鳥の鳥はどうだろう。平たい鳥ですね。もも肉でジューシー感が見てわかります。焦げ目がたまらなく絶妙。ご飯はぎっしりで多めです。タレご飯がまたたまらないね。お酒飲む人ではお米が多いかも。普通盛り以上はある気がします。タレはまんべんなくかかっていますよ。それではまずは鶏から。本当に大きいよね。なんか焼き鳥と呼ぶのがもったいない感じです。柔らかくて香ばしい。炭火の匂いがすごいです。高級な鶏丼の味がします。この鶏何個でもいけちゃうな。これ私ドタイプだわ。相方のなんですが食べまくります。海苔も一緒に食べてまたいいのよね。皮の部分はこんがり焼けてますよ。身はふっくらで上品な味。油がしつこくないけどジューシー。タレご飯もたまらねえ。鶏の中はこんな感じです。見てわかるふっくらさ。ご飯も詰まってますよ。かなりお腹いっぱいになれます。もうこれは間違いないでしょう。ホタテ釜飯1250円、ドロイン。私は釜飯行きました。蓋を開けてみましょう。それではオープン。じゃじゃじゃーん。ホタテゴロゴロやないか。ベビーホタテだと思ったら違うんです。
これ切らなければどんだけでかいの？切ってあっても大きいのが分かります。開けた瞬間のホタテの香りもすごい。これは楽しみですよ。相方もこれはうまそうだと言っております。まずは豆腐から。生姜も乗っていいですね。こういうの嬉しい。それではやっこを食べてみるよ。安定だね。とりあえず混ぜてみますか。混ぜ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 。ホタテのでかすぎて混ぜるの大変。これは嬉しい悩みですね。というか幸せな悩みか。お米がふっくらしています。混ぜながらよだれ垂れてきた。ほら見てください。これでかすぎません？お茶碗によそってみました。ご飯も茶色くなってて染み出そう。細かめなホタテもちらほら。大きいホタテを味わいつつ細かいホタテも味わえるなんて豪華ですよね。久々の釜飯、日本人ならテンションは上がります。釜に入ってるお米はもっと好き。食べてみましょう。それではやっと食べられる。もう海に迷い込んだぐらいの磯の香りです。食べる前からわかる美味しさ。がっぷり。お米しか食べてないのにホタテの存在感。ホタテの存在感が思ったよりすごいです。ホタテ好きな私はもう、たまらんなんですよ。これで1250円安すぎ。食べてわかる高級感です。ホタテからの出汁がとてつもないです。ホタテのいろんな食感も味わえます。完全にすべてがホタテ色に染まってる。私もホタテ色に染まりたい。これだってこんな大きいんですよ。釜飯の中のホタテ、これは上位ですよ。というかナンバーワンですね。褒めちぎることしかできません。私好きすぎてここはまた来たい。食べながらうまいうまい連呼です。ポーカーフェイスの相方もうまいなと。うなるうまさ。そこにはおこげまで。そしてまさかの下には小さな鳥まで。鳥の出汁も加わって、これか。これはびっくりこきましたわ。いや、どんだけでかいんだ。山芋、ごちそうさまでした。焼き鳥丼、ごちそうさまでした。釜飯、ごちそうさまでした。それでは振り返りです。たまたま見つけたお味噌がレベル高すぎました。私の舌にぴったりはまりました。高級感がすごい鶏丼、ホタテゴロゴロ釜飯、裁縫確定いたしました。ごちそうさまでした。